それでは8の3、最後になります。インターフェロンに入りましょう。インターフェロン、1954年、今の医科学研究所ですね、当時の伝研と呼んでいます、伝染病研究所、所長の、長野先生と、小島先生が、ウイルスの増殖、ウイルスが感染すると、それの増殖を止める因子が細胞内に作られると。というので、ウイルス干渉因子というものがあるという報告をしました。同じ頃というか、ちょっと遅れますね。1957年にイギリスの、アリック・アイザックスが、同じものを見つけてですね、ウイルス増殖を非特異的に抑制する因子として、ウイルスの増殖を干渉するという、インターフェアする因子だというので、インターフェロンと命名したんですね。結局、まあ、こっちの名前の方が分かりやすかったというか、受けが良かったんで、結局インターフェロンになったんですけど、まあ、発見そのものは、長野この安一先生と、小島康彦先生ですかね。小島先生はその後、保健に行ったような気がします。伝研グループが、まあ、そうですね、後々、まあ、さらにこのインターフェロンは最初、抗ウイルス作用で、まあ、メインは抗ウイルスですけど、あとのインターフェロンガンマは、むしろイミュンレギュレーションというか 細胞性免疫誘導の方の、因子になっていくんで、まあ、免疫系にとっても抗ウイルス作用にとっても非常に画期的というか基本的な物質で、ノーベル賞にもらってもよかったような気もしますけどね。まあ、物として取れるのがすごく遅かったんで、これすごく低分子ですごい、活性が強かったんで、なかなかこの活性そのものの方からは捕まるんですけど、結局それをタンパクとして捕まえるのが非常に遅れたっていうこともあったのかもしれません。種類、インターフェロンタイプ1、2、3とありますね。インターフェロン、タイプ1には、インターフェロンアルファとインターフェロンガンマ、ベータがあります。アルファが13種類、ベータは1種類だけ。バッタイプ1には、オメガみたいのもあるのか。それから、タイプ2の方にインターフェロンガンマがあります。1種類ですけれども、後で、結構重要に出てきます。タイプ3がラムダで3種類あると。生体病に関係するのは主にインターフェロンのアルファ、ベータとガンマということになります。先ほど入り口の方で、トールの話を散々説明して、ミント88から、タイラップというか TI ラップを介して、炎症性サイトカインの方に行くグループと、インターフェロンの方に行く回路とあるということで、ここは、ブルーと黄色で書いたインターフェロンアルファ、ベータ、1型インターフェロンの、系の話になります。インターフェロン分子、ドライグウイルス等々、あの時はダブルストランドの例がメインになります。インターフェロンアルファ、ベータの合成にいきます。インターフェロンアルファベータ、分子量約2万、類似性は非常に高いと、どっちも、ベータには糖鎖がついている。あ、そうですか。インターフェロンベータ160個のアミノ酸からなる糖タンパク、ガンマの方は分子量2万から2.5万 ちょっと大きめですか。インターフェロンガンマは166個のアミノ酸からなると。N マッタ23個のアミノ酸からなるシグナルペプタイドがついていると。インターフェロンガンマは17キロ、シグナル配列が取れて、ネットロンは143個のアミノ酸になるということです。シグナル配列は ER のラフ、小胞体のところに、通過するときの、まあ、大体2、3、20個くらいですかね。ここで見ると66から43ですから、23個かのアミノ酸からなって、通過してそこで切れて取れるという、
シグナルペプタイドの役目ですけど、RNA ウイルス 日本産 RNA、 あ、そうですか、レオみたいに、もともと日本産のもいますね、そう言われてみると。あと1本差はプラスとマイナスですけど、ダブルになるステージは、まあ、プラストランダムゲノム作るときはマイナスを一旦鋳型で、そのままメッセンジャーの形ですから、それでプラスになるから、やっぱりダブルを通りますね。1本差 RNA によって直接誘導される。状態としては通る。エンドゾーン型ですね。ファゴサイトとして取られてきてからか、ウイルスを取り込んでから。膜融合のタイプのと、ファゴサイトックに取られて、ファゴライゾームでエンベロープを外すのがありますけど、エンドゾームの方に入ってからですね、3、7、9で、細胞内状態としては、レチノイクアシドインデューシブルジーン1、レチノイン酸、ビタミン片とか、光、常眼体型のやつですね、こんなところにあるか、RIG1。レチノイクアシドですよね。光感受性のところに入りますけど、それから MDA5、メラノーマ、ディフェレンテーションアソシエイトジン5。メラニン系か。が関与する。これらが1型インターフェロンの発現を高めると。病原体の侵入で IL-1、12TNF、コレディストリーションファクターのサイトカインが産生される。これは下流の方ですね。インターフェロン産生はこれらのサイトカインによっても誘導される。インターフェロンに調節された細胞のシグナル伝達の代表的なものは、ジャックスタット系が動くんですね。これはまた、ここで出てくるんですかね。どっかで、シグナルトランスダクション系で非常に有名な系なので、説明する時があると思います。ヤヌスキナーゼという、自分の上にある、レセプターと自分の下流にある、シグナル系の両方をリン酸化するという面白い、リン酸化酵素ですね。よくわかります。で、その下にあるのがスタット系で、その下に、さまざまなサイトカインインターフェロンが動く系になります。アルファとベータは T 細胞、B 細胞、マクロファージ、ファイブロブラスト、血管内皮ですね、骨芽細胞、オステオブラストと、いろいろな細胞で、出て、抗ウイルス応答を、活性を出すというので、まあ、ウイルス増殖を止める、最大のものです。アルファ、ベータはマクロファージ NK 細胞を刺激して、テューマーセルですね、腫瘍細胞の増殖抑制も出す。ガンマは T 細胞から出ると。免疫系と炎症反応系に対する調節作用を出す。ガンマはインターフェロンアルファベータの効果を増強する。ガンマは、これが一番有名ですね、 T ヘルパー1細胞から分泌されて、感染局所に誘導して炎症を強化して、マクロファージを刺激して鈍色させると。T ヘルパー1から分泌されたガンマは T ヘルパー2反応を調節すると。だから、ある種、ネガティブフィードバックをかける格好になりますかね。T ヘルパー1から作られて、T ヘルパー2の液性免疫系の方を調節して、T ヘルパー1の細胞性免疫系の方を強めていくという、レギュレーションの働きも持っているというところになります。アルファベータの役割、ガンマではないですよ、ここはね。インターフェロンアルファベータがレセプターにくっついて、2ダッシュ5ダッシュの、オリゴエシーゼターゼでダブルストランド RNA のところを、シーゼターゼアクティベートして、25ポリ A を作って、もう片方の方が、リボヌクレアーゼの方をインダクションしてきて、それが活性化をさらに強めて、メッセンジャー RNA を切らしていっちゃうという格好になるんですね、ウイルスのできたやつを。
もう片方の系がインダクションのプロテインキナーゼ、リン酸化酵素を動かしてダブルストランドの RNA に働いて、プロテイン、なんだこれ、キナーゼか、あ、そうか、リン酸化、もう一回で、それに ATP がついて、フォスフォリレーテッドイニシエーションファクター、EIF2、これは、リボゾームのところのインセプションファクターですから、これを止めちゃうんですか？インヒビションオブプロテイン合成。そうですね。リボゾームのタンパク合成とできたメッセンジャーを壊すという格好で、ウイルスの方の、シグナルというか、情報を読ませなくして、いくという考えですね。RNA 分解酵素にあるウイルスのメッセンジャー RNA の分解と、リボゾームのところに行って、メッセンジャーがウイルスの起点を読めなくするというウイルスタンパク合成阻害で、ダブルでウイルスの増殖を止めるという役割になっています。ここに書いてあったんだ。こっちの図のが分かり、インターフェロン、シグナルトランスダクション、JAK スタット系で、これは普通の、そうですね、アクティベーションオブジ、これはホストの方の動きですね。で、メッセンジャー RNA が出して、トランスクリプト、トランスレーションジーンができて、リボゾームで、トランスレーションインヒビタープロテイン、あ、これまた違う格好になってる、バイラル RNA から来たやつ、ここで止めるという格好ですか。インターフェロン受容体と結合して細胞内蒸発ですけど、ジャックキナーゼとスタック薬、スタット系が動いて、遺伝子発現、下流が NF カッパビで開くですよ。翻訳阻止タンパク、あ、そうです。さっき書いてるのとまたちょっと違いますね、これね。アクティベーターされる遺伝子が、ウイルスタンパクの合成阻害のところは同じですけど、トランスレーションインフィトリープロテインって名前を付けてあるけど、ここのところはホスゴリレーテッドインヒビションファクター、という名前になってますかね。まあ、バイラル RNA、片っぽメッセンジャーを切る、片っぽ、リボゾームに行ってメッセンジャーが読ませるところを止めるという、働きになっているということだと思いますね。バイラスが、そうですね、リボゾームのところで、メッセンジャーを読もうとしているところにトランスレーションインヒビトリープロテインがはまると、それ以上バイラル RNA が、バイラルのこの RNA が読まれ、メッセンジャー RNA としてのプラスストランドが読まれなくなるという意味になりますか。いや、しかしこれはもう少し難しくしてあるな、どうもね。ホストの方のシグナルトランスダクト、ジャックスタット系が動いて、アクティベーションをされると、そのメッセンジャーが出て、そいつは当然リボゾームで読みますよね。そして読まれたタンパクがチップなんだ。で、それはトランスレーションインヒビションプロテインになっていて、ウイルスの方がリボゾームで読まれようとするやつを止める。しかし、この作用があると自分の、メッセンジャーも止めちゃいそうな気がするけど、ちょっとわかりません。不思議だな。インターフェロンガンマの方は、話がかなり違います。酸性系は T 細胞あるいは NK 細胞が作ると。インターフェロンガンマが分泌そこからされるとものすごくいろんなものに働きますね。右手から読んでいくと、内細胞 NK、ナチュラルキラーの活性化を起こす。脂溶接合抗原の MHC クラス1、2の発現を誘導する。下に来て T 細胞の活性化、B 細胞の分化、分裂促進、あ、分裂促進が B 細胞、液性免疫系を止めながら、T 細胞系、細胞性免疫を T 細胞系を、活性化していくと、B 細胞を抑制、T 細胞を活性化という感じですね。それから、細胞分裂と同結系の阻止。
ミューカンアンティバイラルアクティビティストップセルディビジョン、マトコアシスト。それから、炎症細胞の活性化、カルキオマキシバルの活性化というような形で、先ほどのもダイレクトにウイルスのメッセンジャー、あるいはその読み取りを止めるというアルファベータに対して、こっちはむしろ免疫系をシステムとして動かして、ウイルスを止めていくという格好になっていますかね。まとめ、自然免疫系と受容体をここで全部まとめてあるのか。細菌ウイルス、パターン認子が、PGRP でペプタイドグライカンリコグニションタンパクのところが、先ほどの昆虫の方であったときですね、トールライクと、IMD 経路で、ディフェンシンを出していく。まあ、人間もそっちに持ってましたね。それから、同じ、パンプスのところは、一番単純なのは C リアクティブプロテインか。生体防御。それからもう一個は生体防御レプチンで、ここには、間にはまってますから、フィコリンか、コレクチンみたいな格好ですね。と、バインディングの部分とど真ん中の、繰り返し構造のタンパクがあって、そうでない方は、下にパターン認識の後ろにトールライクとかノートライクがついていて、レクチン系列の生体防御のは下に補体系があって、細胞由来オプソニンの方に持っていく。補体活性化、パターン認識の方が炎症性サイトカインインターフェロン、抗ウイルス作用を出していく。エフェクターセルとしてはマクロファージとかポリモルフォニクレアとか好中球のためです。ディフェンシン、サイトカインインターフェロンの下は、マクロファージ、好中球だけではなくて NK あるいは T、B リンファサイトというのが影響を受けるという格好で、まあ、上流から、遺伝子活性化を増やして、それの出てくるのをまた受けて、免疫細胞群、血液細胞群が動いていくという流れになっているということですね。これが自然免疫の、まあ、基本的な、生体防御反応ということになるかと思います。まとめ。自然免疫と系統発生。あ、ここで出てきたんだ。レクチンが、原核生物、細菌からある。植物、動物まで指揮たちに存在する。その中で、得意なのが生体防御系レクチン。動物レクチン、変形動物、節足動物でかなり進化してくると。トール用レセプター、トールライクレセプターは、類似のが、植物にもあると。これもかなり指揮たち。トールライクレセプターの遺伝子及び、類似機能は節足動物もあると。自然免疫としての体系的機能を持つとしては、脊椎動物、魚類くらいからという、まあ多分、円甲類も持っていると思いますね。まあひょっとしたら、原作動物も結構持ってるんじゃないですかね。母体系、レクチン経路から復帰るオルタナティブパスウェイ、クラシカルパスウェイと、徐々に発達してきて、ウニ、特肥動物には脊髄はまあ当然存在しますね。エビ、甲殻類ですね。ほや、原作動物には C1、C3 まであると。インターフェロンは節足動物、原作動物にはあんまりないのか。あんまり効かないか、そう言われてみると。脊椎動物、無顎類、軟骨魚類、硬骨魚類から出現する。あ、結構遅いんですね。トールライクレセプター3によるダブルストランド RNA の認識と同じ時期にできた。そうか、そうするとダブルストランド RNA もかなり多分ウイルス側とすれば遅いような気がする。DNA のに比べると多様性少ないので、あれは遅いんですか。こんなことで時期が一致するのかもしれません。下に出てるのは何や、これ、ヌタウナギですかね。安めではないですね。というような、まあ、自然免疫系と系統発生の、まとめがありました。なんだこりゃ。原作動物、補体系が成立する頃のホヤ、微作動物、ナメクジ用の盗作、幽霊ボヤ。そうですね。ホヤの場合は、むしろ、
脊索動物として見えるのは、このちっちゃい幼生期で泳ぎ回っている時の方が、オタマジャクシみたいな格好で、本当に、脊椎動物の原型かなと思うんですけど、大人になるとこれがぐしゃっとこう下にくっついて、潰れた形になって、上に、動物細胞ではたった1種類、セルロース合成機能を持っているので、表面に、植物みたいに、セルロースの殻を持ってしまうんで、なんかあまり原作動物という感じが大人はなくなって、ナメクジオの方が、ホックス人を含めて我々の本当の、まあ、僕ら4媒体ですけど、1媒体ホックス人の全てを持って、1から13まで持っている。なんかナメクジオの方が我々に近そうな気がしますけど、ゲノムから見るとなぜか親の方が近いという矛盾がちょっとあるようですね。その後、無顎類、円甲類ですね。ここでインターフェロンが完全に揃うんですけどね。ヌタウナギ、黒ヌタウナギ、黒目クラウナギ、そして八つ目ウナギ。まあ、目は一対だけです。あとは、外細胞が目のように見えるので、八つ目があるみたいに見えて、八つ目ウナギになっています。円甲類、無顎類ですね。顎がないんですね。まだ上部にできてない。魚のところに来て、先に軟骨魚類が出て、硬骨魚類、多鰭類、肉鰭類に分かれて、肉鰭類が、胚魚の格好からイクテオステまで、四肢になって両生類に上がるという話になりますけど、まあ、この頃から、正確な、IgM、液性免疫が成立するという形になるかと思います。はい。ということで、第8回は、抗菌ペプチドと実際にはドライグレセプター、ノードライグレセプター、インターフェロンと。これで大体、まあ、NK、エフェクターとしての NK が出ると、自然免疫系は、まあ、全体像ということになります。なかなか自然免疫は、液性免疫に比べて、変幻自在で難しいですね、多様性も多くて。